こんにちは、ミートラボ講師のアッキーです。浄土真宗というものが生まれた後というお話で今日はさせていただきたいと思います。まずこの親鸞という人物が一番始まりとして、浄土真宗を開きましたよというところはいいと思うんですが、その後です。実は浄土真宗というのはすごく深い歴史があって、現在でもこう日本の主流な宗教になってるよということで、ずっと歴史続いているんですね。要所要所で結構大事なところに絡んできてるので、その流れを追っかけていきたいと思います。まず親鸞、この人自身実はそんなに自分が開いた宗教をこう大きくしようっていうか、その一つの宗教として世の中に広めたるぞぐらいのそういうなんか気概を持ってやってたわけではなく、とにかく困ってる人が救われたら嬉しいなぐらいの、そんぐらいの温度感だったんですね。変わったのは親鸞のひ孫覚如という人物がいるんですが、この間もずっとね子孫っていう形でずっと受け継がれていたんですが、このひ孫の覚如の時に親鸞のお墓、その自分のひいじいちゃんのお墓をその本願寺っていう風に名前つけて、でそこを拠点にしたんですよ。一般的に組織ってそうだと思うんですが、やっぱ本拠地が出来上がる。でましてやその昔の一番最初の偉いリーダーの人のお墓なんです。それがしかもいわば聖地みたいなものですよ。でそういう聖地ができるとやっぱり一気に団結力って高まって、ここで浄土真宗が花開いたというふうに言われています。でその後は実はしばらくは衰退するんですね。宗教色というものが宗教自体がそもそもそんなにこうガッと栄える時ってなくって、でかなり時代は下っていきます。蓮如、ここで実は浄土真宗の転機が訪れます。時代をかなり下って室町時代の中期ぐらいですね。蓮如という人物が比叡山延暦寺の一派と戦ってたんですが、ここで負けます。延暦寺との戦いで負けて、で転々とする羽目になっちゃうんですね。もともと親鸞の墓所を本願寺にしていて、そこでずっとやってたんですが、場所を追われることになって転々としていきます。たまたまたどり着いたのが越前、今の福井県のあたりですね。福井県のあたりにたどり着きます。ここで一つの戦いに巻き込まれるんですよ。これ何かっていうと、富樫正親という人物がこの越前という地域のリーダーをやっていて、でこの富樫正親とあと弟の高千代という人物がいるんですが、この兄弟喧嘩よりはもうちょっとちゃんとした政治的なものなんだけど、その兄弟喧嘩に巻き込まれるんですね。巻き込まれるというか自分から参入していくんですね。この蓮如の方はこの兄の富樫正親の方に味方します。この正親自身は最初弟に負けていたんですが、この蓮如を味方につけることによって最終的には弟に逆転勝ちします。でなんで蓮如がわざわざそんな兄弟喧嘩に自分から入っていったかっていうと、これ実は弟の後ろにも実は味方がいたんですよ。でその味方が誰かっていうと、蓮如のちょうどライバルの一派で高田派っていうグループがいたんですが、そこがちょうど弟の方のバックにいたので、じゃあだったらもしこの兄弟喧嘩で正親の方が勝ってくれれば、この弟とついでにこの自分のライバルも倒せるんじゃないかな目論見があって、それでこの正親兄の方に味方することになって、見事に勝利を収めました。加担して見事に勝利したよということなんですが、その兄の富樫正親っていうのはこの頃ね、ちょうどここら辺に実は応仁の乱がありまして、意欲むなしく応仁の乱なんてみんな覚えてると思うんですが、この応仁の乱ってもう国全体をうわーっと巻き込んだ戦争、戦争みたいな感じなんですね。戦いが起こると国民っていうのは疲れるわけですよ。で武士もしかり、武士を食べ物的な意味で支える農民もしかり、あとは物流的な意味で支える商人もしかり、やっぱりみんな疲弊してるんですね。この富樫リーダーね、リーダーはそういう自分たちの国の負担を自分で背負うことなく全部国民に押し付けたんですよ。庶民の人に押し付けたわけですね。でそうすると当然不満募るじゃないですか。この富樫っていうリーダーマジで全部俺らに押し付けやがって、やってらんねえよこの国でっていう風になっちゃうわけですよね、やっぱり。でそこで国民は反乱を起こすわけですよ。当時のちゃんとした言葉で言うと一揆というんですが、反乱みたいなものです。この富樫正親っていうのは結局その反乱によって倒されることになるんですが、その時にこの蓮如率いる浄土真宗の人たちが味方してるんですね、国民の方に。今度は日本史の教科書的には浄土真宗の人たちが富樫と戦ったよっていうことになっていて、なのでこれ一向一揆というふうに呼ばれているんです。浄土真宗ね、これ一向宗というふうに別名がついていて、なのでこの一向宗の人たちが、起こしたわけではないんですが、加担した一揆ということで、これ一向一揆というふうに呼ばれていて、
でこれが加賀の国で、まあ、ちょっと越前から場所を移して加賀の国で起きているので、これ加賀の一向一揆というふうに呼ばれています。で、これが1488年の出来事です。あの加賀の一向一揆は多分聞いたことあると思うんですが、こういう流れがあって加賀の一向一揆が起きてるっていうのはこういう目線では多分知らなかったと思うので、ぜひこの流れで覚えておいてほしいと思います。これで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。